皆さんんこにちは北陸大学の武田と申します私は北陸大学で教鞭を約10年間とっておりましたけれどもその前35年にわたりまして外資系の製薬企業ファイザーというところで勤めてまいりましたその中で約10年にわたりまして感染症領域特に抗生物質の開発販売 といったようなところにも携わってまいりましたそのような経歴の中で今回の新型コロナウイルスに対してどう対処するのかといったようなことを自分なりにお話をさせていただきたいと思います特に私はそのファイザー時代の経歴の中で会社全体がリスク に直面したときどう対応するのかというリスクマネジメントの方でも担当をしておりましたのでその経歴も踏まえてどう今回の新型コロナウイルスに対して対応するかをご説明させていただきたいと思いますいろんなお考えがあるだろうと思いますけれども私なりのお考えですのでその点はご了承をいただきたいと思います それでは簡単にお話をさせていただきます新型ウイルスコロナウイルスと闘うということで新型コロナウイルスを家の中に入れないということが大切だろうということをお話をさせていただきますと言いますのは我々の日常生活している家この中に新型コロナウイルスが入ってきては大変です安心した生活ができませんそこでどうすればいいのかといったようなことをお話をさせていただきます 新型コロナウイルスの対策には3つあるだろうと思います。今、政府が声を大きくして言っております、3密を避けるということ、これは大変重要なことだろうと思います。また、そのコロナウイルスに対して自分を守るということ、さらにコロナウイルスを除菌する、この3つが大切ではないかと思っておりまして、お話をさせていただきます。当然のことながら、3密、これはウイルスに接しないと。 言ったようなことですからこれはもう難しいことではありませんえ次に防御すると言ったようなことここをちょっと中心にお話をさせていただきたいと思いますえここで重要なのは高機能のマスクをつけると言ったようなことですなかなかマスクが手に入らないと言ったようなことがありますけどもいかにこの高機能のマスクが重要かと言ったようなことをお話をさせていただきますえ私は現在金沢の青年会議所と一緒に 高機能ののマスクの輸入といったようなことっっこをやっておりますそこでの高機能といったものは何かというとサージカルマスク並びに BFE99% の除菌率を持ったマスクということになります。これについてはまた後でお話をさせていただきたいと思います。でさらにマスク以外ですけども実はゴーグルも重要だということがあります。あまりゴーグルをつけるという方はいらっしゃらない。 ないだろうと思いますけれどもこれは大変重要なことだろうと思います感染をするのは口からあるいは鼻からそれと目からということになりますでゴーグルは目を守るということになりますけれども実は昨日四月の十七日にヘルスデイニュースというところに出されたレポートがございますそれは新型コロナウイルス感染症の初期症状に血膜炎の患者さんが多く見られたということであります この防御のためには眼鏡あるいはゴーグルをつけるということが重要になりますここで言っていることですけれどもなかなかゴーグルをつけるということは難しいですけれども私も実はこういうゴーグルをつけることがありますではこの結膜炎をどう防御するかといったようなことの一つにそこに出ているのが実はコンタクトレンズ の危ななさとといっったようなことを言っておりますコンタクトレンズをつける時に実は新型コロナウイルスが目の中に入るということです。手を洗ってコンタクトレンズを変えるから大丈夫だということも言われるだろうと思いますけれども実はこの目の周りこういうところにもウイルスがあるんですね。コンンタクトレンズを取り替える時にそううったような 新型コロナウイルスを目の中に入れてしまう。その危険性としてコンタクトレンズはかけない方がいいんだ。眼鏡をかけましょうといったようなことが言われております。さあ、これはちょっと変わった写真なのですが、えー、私の教え子が、えー、東京の銀座を歩くときにこんな格好をしております。えー、頭には除菌用の帽子をかぶりまして、ゴーグルをつけて、マスクをつけて、 そして手袋をつけてガードのガウンをつけてさらには靴にもそういったような除菌のものをつけていくといったような服装ですこんな大それたことということになるかもしれませんけども実はウイルスから自分を守るためにはこののようなな服装が重要なのです特に服装洋服ここにもウイルスが付着しているといったようなことを考えていただきたいと思います。 今申し上げましたけども、えー、まずは3密3つの密から避けるといったようなこと並びに菌から自分を守るそのためにはマスクゴングルあるいはガウンそういったようなことが必要なんだということをお話をさせていただきましたでは除菌ということになりますあまり除菌ということを考えない方もおられるんではないでしょうかあるいは考えても手だけ ということになってますけども、実はマスクをつけたからといって、金はなくなりません。自分を守るだけですので、除菌が大切です。除菌はどういうふうに、あるいはどこでやるかということですが、大きく分けて、屋内、屋外ということがあります。まずは屋外についてお話をさせていただきたいと思います。屋外の除菌としますといろんな場所があります。例えば、駅。 あるいはデパート、あるいは電車バスいろんなところ人がたくさん集まるところがありますしホテルなどもそうだろうと思いますしかしなかなかこの駅を除菌するデパートを除菌するといったようなことに対しては積極的ではありませんそんなところまで床下まで除菌する必要があるのかということがあります、えー、私も「駅に行って除菌をしませんか?」 と言ったりあるいは JR の方々にお願いをしましたけれどもそこまでやる必要はないんじゃないのということを言われますえこれは飛沫に関してつば、まあ、ですねに関しての特性を示したものですえ斉藤玲子先生のデータを借用しておりますけれどもえまず飛ぶ距離ですけれどもくしゃみなどをすると5メートルも飛んでいくんだそうですそのくしゃみどこに落ちるんですかというと 地面に落ちますつまり地面にはたくさんのウイルスがいるということになるだろうと思います話をしていてもだいたい1メートルから2メートルその普段喋ってるものが全部床に落ちてくるんですねでは重要なのか下に行ったウイルスは重要なのかっていうことがありますけどもこれも先日 CDC で発表になったものがあります CDC というのはアメリカの感染症を管理する大きな機関ですけれどもそこで中国で新型コロナウイルスの対策として10日間で1000ベッドぐらいだったですかね大きな病院を作りましたその病院の新型コロナウイルスはどこにあるのかといったようなことを検証したデータが発表されておりますけれども患者さんから4メートル離れた床下 あるいはコンピューターのマウスあるいはゴミ箱手すりなどからウイルスが検出されたということですさらに重要なことはお医者さん ICU を担当されているお医者さんの靴の裏には多くの菌が付着していたということですそうしますとお医者さん方看護師の方々大変危険な環境で仕事をしているということですから 足元除菌ということは医療現場においても大変重要なことですでは我々のところで重要なのかということになりますけれどもこれも新型コロナウイルスの特性から考えたいと思います新型コロナウイルスは体の外に出ても2,3日は生きていると言われております下に落ちたウイルスこれは人の動きあるいは風いろんな形によってまた飛んで行ったりあるいは付着して移動したり といったようなことがあるだろうと思いますので我々としてはできるだけこの可能性をゼロにするということがあります私は冒頭申し上げましたけれどもリスクマネジメントのことをお話をしましたその責任者をやってたと言いました想定外ということはありえませんリスクはゼロにすると言ったようなことが重要ですので床下あるいは地面そこにあるウイルスのことも考えていきたいと思います 特に東京の方には大きなビルがたくさんありますし大きなビジネス、多くのビジネスマンの方々が歩いています。そういったようなオフィスビルの玄関の除菌ということも重要だろうと思います。日本ではあまり床を除菌すると、あるいは玄関口を除菌するということをやっておりませんけれども、これは海外における除菌の風景です。道路で除菌をしています。あるいは電車の中 においても除菌をしていますあるいは公園あるいは人の多く歩くところも除菌をしていますこれは中国でしたけども道路をものすごく積極的に除菌をするといったようなことをやっておりますまあこの成果が出ているのかどうかは分かりませんけどもだんだん中国では新型コロナウイルスの患者さんが少なくなっているということがありますので我々もやはりできるだけ 新型コロナウイルスのいいいいるととととこころろは除菌していくといううが必要だろうと思いますでは除菌をする薬液といいますかそういったような消毒液はどうするどういうのがいいのかといったようなことを私なりにまとめたものですまずは人に対して安全ということが大切ですし有毒ガスを出さないといととうことですまた路面に巻くということになりますとかなり広範囲になりますので環境に優しいということも重要です またその薬液は抗ウイルスとしての除菌作用が証明されているのか今まで使われているのかといったようなことが求められますさらには新型コロナウイルスにも効くんだろうかといったような期待感も必要だろうと思いますまだ新型コロナウイルスに効くかどうかといったような十分なデータはどの薬液も持ってないだろうと思いますけども過去の経験 あるいは作用メカニズムから考えて考えられるものがあるだろうと思います。もう一つは安いといったようなことも重要です。後半に使う場合に高いものを使っていては無駄になってしまいます。お金の無駄になりますので安いということも重要です。しかもやったらそれでおしまいというんではなくて長時間作用するといったようなことも重要ではないかと考えております。その中の中一つで 天然素材がこうウイルス作用として使えるのではないいかと思います一つ大変皆さん方の身近にあるものなんですが草や木を燃やした灰ですけど実はこれはウイルスあるいは抗菌作用があると言われていますこれは後ろを見ると分かるんですけどもまあ皆さん小さいですねこれはアルカリ度が12.2と言われています 草や木を燃やしますとアルカリ性のものが出てきます。え昔からそのことはよく使われていてじゃがいもをまくときには切ったところにこの草木培をつけてじゃがいもを守るんだそして芽を生やすんだということを言われています。同じようにホタテ貝これも高温で焼きますと pH が12以上の高アルカリ水を作ることができます。えこの強アルカリ で殺菌をすするととっったようななことが重要になってきますではどうして高アルカリでやっていくといいのかということですけども実は新型ウイルスにおいてもあるいは鳥インフルエンザウイルスインフルエンザ菌どれでもそうですけどもその菌の周りに脂質あるいはタンパク質のようなもので囲まれているんですけどもそれをやっつけるのにはアルカリ強アルカリが有効だということを言われています。 当然のことながらアルコールもそれに聞きますけども私の方のご提案としては今までよく使われていた鳥インフルエンザのウイルス除菌作用で使われていたようなものそれを我々の身近で使っていけば安全であるしまた環境にもいいということが言えるんではないかと思いますこれを考えまして私どものベンチャー企業である侍金沢といったようなところは 天然素材100のウイルス除菌液を作りましたこれは安価できるだけ玄関口をきれいにするあるいはレパートホテル駅そういったようなところの除菌にはこういうものを使っていただければと思います実際これはもう1か月以上も使っていただいている介護施設の例が新聞で報道になりました この介護施設は400人以上の高齢者の方々が利用されておりまして新型コロナウイルスにかからないということは大変重要なことですここを管理されている理事長の先生はやはり足元除菌は重要だといったようなことからすべての入り口をこの薬液によって除菌していただいておりますさらにこれは大見町市場という金沢で一番の観光客が出入りする市場ですけれども やはり観光客の方々の安全それとお店の中に新型コロナウイルスを入れないといったようなことからお魚屋さんで一番大きいお店の社長さんと一緒に除菌液を毎日使っているといったようなことがありますこの薬液は匂いもありませんし有毒ガスも出しませんお魚なんかを使って商売されていますと薬臭いのが充満しているとなんとなく 魚が薬臭くなって嫌だといったようなことがありますそういうところでもこれは使えるものになっておりますではウィル一撃の力を見てみたいと思います今からウィル一撃を垂らしますちょっとご覧くださいこれは pH は見ていただければ結構です一番右側の方が pH11 までしか測れてませんけれどもさあいかがでしょうか あっという間に強アルカリを示してまいりましたこのようにウイル一撃のアルカリ度は大変高いものになっていますさあそこで新型コロナウイルスを除菌するのにはまずは天然の除菌液で床除菌をしようということになりますえもう一つ重要なことは屋内です屋内で考えるべきことは絶対に コロナウイルスを家の中に入れないということです。では、どうすればいいのかということです。これについてはあまり議論されておりません。テレビでも議論されたことはあまり聞いたことありませんけれども、私はここに書いている5つのポイントをご説明させていただきたいと思います。まずは家に菌を入れないということからは、先ほどお話をしました足元の消毒、つまり玄関の除菌ということがあります。 さらに、えー、よく言われていることですけども手の消毒これは石鹸、あるいはアルコール皆様方もう毎日のようにやってると思いますけどもやはり足の次は手これもきちんと除菌するということになるだろうと思いますさあもう一つマスクなんですね実はマスクを玄関口で外してそのままポケットに入れてしまうという方はいらっしゃらないでしょうか 私はマスクについて実はマスクはきれいなんですけどもこのようにこれは色をつけたものですけどもこのようにいっぱいウイルスが付着していると考えていただきたいと思いますこれをポケットに入れるそんなことをやっていいんでしょうかまた明日後ろ側を使うまあこういう方はいらっしゃらないだろうと思いますけどもこのようにいっぱい 菌がついてるんだということをご理解いただきたいと思います、えー、これはマスクにはばい菌がいっぱいなんだといったようなことを示したものですけども1日我々がだいたい10時間ぐらい外部で呼吸をしたとしますとペットボトル3000本ぐらいを吸い込んでいるつまりこのマスクはその3000本の空気をフィルターとして使っているということですからそんなに使っていたら先ほど言いましたように こんな風にいっぱいのウイルスがついているということに考えられます。従って毎日このマスクは捨ててしまうということ、あるいは洗うんであればきちんと洗って除菌するといったようなことが必要だろうと思います。今、日本中にはマスクがないといったようなことが大きな問題になっています。 どのようなマスクを作ったらいいんだろうということになりますけれども多くの方々はもう手作りマスクで自分の体を守ろうといろいろ工夫されていると思いますマスクにはいくつかの種類がありますその種類についてお話をさせていただきたいと思いますこの表はマスクの種類としてサージカルマスクと一般用のマスクがあるということを示しておりますサージカルマスクは一般に外国ではこれが医療用と言われておりますけれども 日本ではこの厳密な区別というのはあまりありません日本において医療用というふうになっているものは高機能のマスクになっておりまして N95 と言われておりウイルスあるいは最近はもとよりですけどもウイルスに対してもそれを阻止する力があります一方サージカルマスクの中で日本ではまあ一般用のサージカルマスクと言われているものです これに対しては、やはり外国では医療用として使われることが多くありますので、アメリカの食品医薬品局が基準を設けておりますし、欧州においても基準を設けております。その基準をクリアしたもの、われわれ日本におきましては、これは一般用の高機能のマスクということになります。さらに、サージカルマスクではなくて、一般用マスク、これには3種類あります。まずは 一般用としての高機能マスク、まあ、通常のマスクあるいは皆様方の中でお作りになっておられると思いますけれども手作りりママスク布マスクク布がありますこの一般用の高機能あるいは普通どういうふうに区別するのかというとこれはバクテリア細菌を通すかどうかといったようなその基準値によって区別することが多いです。 BFE95% 以上は金を95%以上阻失するといったようなことになりますで私ども侍金沢並びに金沢の青年会議所では現在日本中でマスクが足りないといったようなことからマスクの輸入を行っておりますこのマスクの輸入は実は皆さんと一緒に買いましょうといったようなプロジェクトです 今特に中小企業の方々はビジネスを展開するにあたってもマスクが会社にない本当に困ってんだと言ったようなことからマスクをじゃあみんなで買いましょうという共同購入プロジェクトですこの共同購入プロジェクトで対応しているのはサージカルマスクの一般用のものならびに一般用マスクの一般用の高機能マスク 特に我々のものは BFE99% という最高レベルのものを手配しております。えここの,このマスクについてご希望あるいは一緒に買おうという共同プロジェクトにご賛同いただける方は、えー、広域社団法人金沢青年会員所のホームページからお申し込みをいただきたいと思います。4月の10日に中国の政府は 安全性を高めるといったようなことから、一般用の、先ほど言いました、一般用の高機能マスク、これに実は FDA のマークをつけていたり、偽物のようなものがあったので、それは大変厳しく、輸出を禁止しております。で、この一般用のところのは、メディカルには使ってはいけないといったようなことも書いてあります。 われわれ侍金沢並びに金沢青年会議所が輸入するものはこの高いレベル並びに中国政府が認めたものを輸入しておりますしこちらの一般用のサージカルマスクこれについても高いレベルでの評価あるいは検査を受けたものをご提供するようにしておりますので現在大病院あるいは看護医の先生方あるいは歯科医の方々あるいは保育園 そちらでではサージカルマスクのご要望がたたくさんいただいていいだてるという状況でありますまとめになりますけれどもマスクというものは手作りマスクもそうですができるだけ飛沫感染を防止するといったようなことになっていますこのマスクはそういったようなツタとか唾液を外に飛ばさないといったようなところでは大変有効なものだろうと思っております ただしここでご注意をいただきたいものがありますこれは海外におけるマスクの生産工場の写真ですけどもこの方は実はマスクもあまりしてないんですねさらにマスクは地面に落ちてるといったようなことであまり衛生は良くないですもしもこの方が新型コロナウイルスにかかっていてこの方がマスクを作っていたらどうなるでしょうか我々は安心できませんねさあ そういったようなことの観点から言いますと実は手作りマスクも同じような危険性があるということを考えていただきたいと思います。日本は大変衛生的で綺麗な国ですので手作りマスクも安全だというふうに当然のことながら考えるだろうと思いますけれども実はこのマスクには目に見えない細菌新型コロナウイルスがついている可能性もありますし 自分は安全だと思った方が手作りマスクを作っている可能性もあります手作りマスクは心のこもったものです特に飛沫防止エチケットにおいては重要なものです作っている方は人のためになればいいなという思いやりから作ってくださっていますしかしそこにおいてこれを大切に毎日使うためには毎日消毒をするといったようなことが重要です いいものであればあるほど長く使いたいですけどもそのためには毎日きちんと洗うといったようなことを励行していただければありがたいと思いますではもう一つですけども頭髪の除菌ということをお話をさせていただきます頭にウイルスがいるのということになりますけどもウイルスはかなり軽い飛んでいる ものですね例えば皆さんこういう経験はないでしょうかタバコを吸ってる人の近くを通ったりそのところでまあずっと行って座っていたら実は後で服がよタバコ臭かったり髪の毛がタバコ臭いといったようなことがあるだろうと思います実は髪の毛にもウイルスはたくさんつきます家に帰った時に何かこんなことをポリポリする触るこれよくあることです そのことによって手を消毒した後にここを触るそしてまた触るというとやはり家の中にウイルスが入ってしまいますそのための危険なところとして頭髪がありますので私は頭髪除菌といったようなことも考えるべきだろうと思っていますそこで実は北陸大学は今回のために作ったんではないんですけども頭髪のドライシャンプーというのを作りましたこれは ちょっと細かい話になって恐縮ですけれども私どもは文部科学省から1億2000万円の助成金をいただきまして北陸地方に自生している薬用植物これをもう一度薬学的な知見を加えて新製品を作ろうといったようなことを行いました3年間かかったんですが高齢者の方々 が肺炎にならないためにはどうするかといったようなところで作っていたの言ったのはいくつかございますその中の一つが実はこのドライシャンプーです、えー、介護をする方は大変です毎日介護される方をお風呂に入れるのは大変でも衛生に清潔に保たなくてはならないその中の一つとして紙があります あと体を拭くのもそうですねそういったようなドライシャンプーがあったらいいなといったようなことで我々は今回抗ウイルス効果のある薬用エキスや植物エキスをいくつか加えましてドライシャンプーを作りましたこれが新型コロナウイルスに効くかどうかといったようなところの検証は行っておりませんけどもできるだけその危険性をなくすといったようなところからこう こういいっったたものを作って使いました、まあ、アルコールはフリーですのでアルコールに対して過敏な方敏感な方こういったような方も使うことができます頭にシュッシュッとやりましてタオルで拭くそれで髪の毛はきれいになっていくだろうと思いますのでぜひともこういったようなことも家の中を清潔にする一助としてお考えいただければいいだろうと思います最後になりりますけどもやはり 服の中にもウイルスがついているんだといったようなこと、先ほど申しましたけれども、タバコの匂いがつくのと同じように、ウイルスもこういったようなところについているんだということで、服の除菌、あるいは外から帰ってきたら、それをまあ家に入る前にはくなり、除菌のスプレーをやるなりをやっていって、汚れたものはできるだけ早く洗濯をするというふうにやっていただきたいと思います。 えー、もう時間が長くなりまして30分もお話をしてしまいました。えー、最後になりますけども、ウイルスを家に入れない。えー、そして、えー、自分はウイルスに移らない、えー。といったようなことをお話をさせていただきました。移、えー、ったらどうするのといったようなことを、えー、次回この部分についてはお話をさせていただきます。えー、まとめです、えー。新型コロナウイルスと戦う。家の中に 菌を入れないそのためにはマスク、ゴーグル、手袋などを使う、あるいは除菌として手洗いは当然ですけども足元除菌、頭髪除菌、こういうものも考えていっていただいたらありがたいと思います。私から申し上げたいのは避ける、3密を避けるそしてウイルスから自分を守るそしてウイルスを除菌する避ける、守る、除菌する。 これをやっていただけばいいのではないかと考えておりますこれを皆さんで守りましてウイルスをできるだけ減らして元気な日本もう一度取り戻していきたいと思いますご清聴ありがとうございました